はい、まさぴ21です。高齢化社会その1ということで、まあ、高齢化、少子高齢化とか言われるじゃないですか。でね、まあ2020年、まあ、もう過ぎてますけどね、には、日本人の女性のね、2人に1人は50歳以上とかってね、そうなんやとか思ってね、マジですかいう感じじゃないですか、なんかね。まあ、僕もね、そこそこ年取ってきたので、もう周りがね、お付き合いする人たちが、まあ、同い年ぐらいになってきたらね、うん、まあ、そんなもんなんだろうなぐらいな感覚でおったんですけど、そもそもね、50歳以下がすごく少なくなってるじゃないですかね。これちょっとあかんね、男子から言うとちょっと待ってくださいみたいな感じですよね。うん、まあ、男性ももちろんね、まあ、高齢化はしてるんやと思うんですけど、2人に1人は50歳以上ってすごくないですか、なんかね。まあ、もちろんね、年齢とかね、見た目とかでね、まあ、そんなんだけで判断するような人ではないので、ね、まあ、もちろん50歳超えてもね、全然綺麗な方とかいっぱいいてはるじゃないですか。ね、まあ、例えば石田ゆり子さんとかね。で、宮崎美子さんのね、マクドナルドのコマーシャル見ました、あれ。またちょっと概要欄にねリンク貼っときますけど、少女の役をやってはるんですよ、うん、コマーシャルの中でね。あれご自身らしいんですよね。そんな変な特殊メイクとかなしにね、うん、すごいなぁ思ってね。まあまあ演技力とかもねあれなんですけど、まあ、またよかったらね、ちらっと見てもらったらと思うんですけど、まあ、だからね、まあ、僕はその年齢とかその見た目とかでそのこだわる人ではないんですけど、まあ、世の中にはね、多分ウクライナやったと思うんですけど、まあ、その世界的に、まあ、美女ばっかりおるみたいなね、なんていうのかな、スーパーモデルさんがいっぱい出てますよとかね、本当に街中歩けば綺麗な人ばっかりみたいなねところがあるらしいんですよ。確かにウクライナやと思うんですけど、まあ、まあ、あの辺ということでね、うん、でまあ、僕もね、見た目とかその年齢とか気にしないタイプなんですけど、ちょっと移住せなあかんな思ってね、うん、密かにね、Google 翻訳をね、1年ぐらいかけて勉強しようかななんて思ってます。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押していただけますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。土曜の丑の日しましたかということで、もうね、もう最近ねスーパー行く回数とかも減らしてるので季節感が全くないんですよ。でね、富江チャンネルの富江さんがね、土曜の丑の日ですよって言ってはったんで、あ、そうかと思い出してね、僕もね、あ、そういうことなとか思って、今日がそうなんやとか思って、でもこれはちょっとメニュー変更やわ思ってね、うん、慌ててスーパー行ってきたんですよ。ところがね、牛肉コーナーがねさほど盛り上がってないんですよね。だからあれ、今年はコロナで中止なんかなとか思ってね、うん、あれ今日牛の日やのにとか思ってね。でまあ、しゃあなしでね、もうじゃあもう例年通りね、チキンとケーキにしとくかな思ったんですけど、まあ、そこもね、まあ、なんか今一つ盛り上がってないんですよ。だからまあコロナの影響大きいな思ってね、うん、でどうしたもんかな思ってたんですけど、どうやらね、なんかこううなぎとか売ってるところがね、えらい人がねわんさかいてはったんで、あ、なんかこっち盛り上がってるわとか思ってね、うん、でもしゃあなしでね、もう今日はもううなぎでいいかとか思ってね、もう今からね、うなぎの丸かぶりしたいなって思います。はい、ちょっとね方角が分かれへんからね、もし知ってる方おったらね、今年は北北西ですよとかいうのね教えてもらったら嬉しいかななんて思います。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押していただけますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。
オリンピックの不安ということで、まあね、ご利用しでね、五輪は開催されたじゃないですか。ね、ね、まあ、ポロポロね、金メダルとかも出てきてね、まあ、僕も個人的にね、言ったら不安があるわけですよ。っていうのはね、まあ、僕もね、エントリーはしてるんです。男子玉入れ自由形、まあ、個人の方ですけどね、うん、あとその次の借り物競争、うん、あれもね個人でエントリーしてるんですけど、ちょっと場所がね連絡がないんですよ。でねオリンピックやりますよっていう時に僕も出ますっていうのでね、まあ玉入れとね借り物競争って書いてね、はがきは送ってるんですけど、いや連絡がないのでね、いやもうこんだけ金メダルとかポロポロ出てきたらね、僕が金メダル取ってもあんまり目立てへんじゃないですか。ちょっと不安やわ思ってね、もう場所ぐらい言ってくれんとね、僕もやっぱりね、ラジオ体操とかしてね体鍛えないといけないじゃないですか。なんかね、うん、ね、どないなってんやろうっていうね、また問い合わせした方がいいんかなとかね、うん、選手村のね案内も来てないんですよ。だから自宅待機ですよね、なんかね、うん、まあ今はねあんまり外出たらあかんからね、しゃあないは思ってるんですけど、会場大阪なんかなとか思ったりしてね、もうちょっとねあんまりいやいや言うたらね、うん、なんかこいつ焦ってんでみたいなね、なんかそんな感じで捉えられたら困るんで、まぁ、ちょっとねどっしりと構えても後かなとか思ってるんですけど、まぁ、ちょっとねいい加減場所ぐらいね教えてほしいなというのとね、外が暑いんでね涼しい室内でね、うん、それで場所ひょっとしたらね、会場大変なのかな、ちょっとよくわかんないですけど、まあね僕はねとりあえず赤組にしてくれって言ってるので、赤い帽子でね出る予定なんで、多分ね無観客なんでオンラインになると思うんですけど、また皆さんね応援の方ねよろしくお願いしますということでね、ちょっと場所がねはっきりするまでね僕も不安やな思ってますということで、本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押していただけますとこちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。勘弁して学校の階段ということで、もうね夏場になったらね必ず出てくるじゃないですか、そういう系のやつがね、ほんま苦手なんですよ。だからほんまねもう勘弁してくださいと思うんですけど、まあ、一番ね苦手なんか学校の階段系、もうほんまもうマジやめてって毎年思うんですけどね、まあ、想像してみてくださいよ。なんかね夜中の校舎ですよ、ね、もう真っ暗な校舎でね、うん、まあね教室真っ暗ですみたいなね、うん、もうハラハラドキドキじゃないですかね。こんなんもう警備員のおっちゃん見つかったらえらいことですよってね、絶対こらって怒られるやつじゃないですか。もうそれ考えたらねもうほんとねもう電気消して寝られへんなみたいなね、うん、まあ、シャンプーとかしててもね目開けとかんと後ろに警備のおっちゃん立ってたらねもう絶対怒られるやつやみたいな感じじゃないですかね。もうめちゃめちゃ怖いよいう感じでしょね。もうひょっとしたらねおまわりさん呼ばれてね何建造物侵入とかね、もう不法侵入だみたいなことを言われたらねもうパトカー乗せられるんですよ。もうそんなんねもう考えただけでねもう身震いする感じですよね。もう想像するだけでねもうめっちゃ怖いわいう感じでしょ。うん、だから本当ねもうそういう系はねほんまもう勘弁してくださいと思うんですけど、毎年夏場になったら出てきますよね、うん、あそういう系のやつね、うん、冬場何してはんやろね、うん、冬眠かなね。まあ僕のねちょっと持ってる情報機関ですよね、PTA っていうやつね、まあ、PTA からの情報によると、まあサンタさんがね夏場お仕事が暇なのでね、バイトで入ってるっていうね噂、まあ情報がねちょっと上がってきてるんですけど、まあほぼほぼ間違いないなと思ってます。
はい、ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押していただけますとこちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。そろそろ満月ということで、まあね、僕この間月の土地を買ったので、満月の時にはね、まあ世界中の方がね僕の、土地をね見上げることになるんだななんてね、思っているんですけど、まああのね、まあ、向こうにね住んじゃったらね、まあ、言うたらちゃんと服着とかな、ね、みんな望遠鏡とかで見たらねちょっと恥ずかしいな思ってね、着とかなあかんな思ったんですけど、まあ、まだ今んとこ地球におるんでね、まあ、皆さんどうぞ僕の月をご覧くださいみたいな感じなんですけど、まあ、メールでね24日が満月ですよみたいなね、また皆さん楽しみましょうみたいなねご案内が来てたんですけど、実際ね、まあ、僕前の時にねその画像でね地図のこの辺っていうのはね画像は出してるんですけど、まあ、月にもなんかこう地図みたいなのがあって、まあ、正確な住所みたいなのがあるんですよ、ね、でまあうちはもう中心からちょっと左下ぐらいなところがねまあまあうちらしいんですけど、ちょっと正確な場所をね知りたいな思って、なんか権利書みたいなねまたの引っ張り出してね英文のやつちょっと訳しとったんですけど、なんかね、よくわかんないんですよね。なんか、グラボとロット、ロット番号なんちゃらとか書いてるんですけど、プロパティは北西の009、南と019、東に位置しています。ね。なんかようわからんな、みたいなね。まあ、なんかこの月の土地のなんかそういうね、ちゃんとしたものがあれば、まあ、どの位置から南とかどの位置から東っていうのをねやれば、あ、ここが僕ですよ、僕の土地ですよって分かるんやと思うんですけど、なんか今ちょっとよく分からんなとか思いながらね、これやったら皆さんにね、僕とこあそこですって言えないじゃないですかね。もうちょっと詳しく書いてないんかいってね、ちょっと翻訳してたらね、またこの物件は湿りの海にありますって書いてあって、海かよみたいなね、ちょっと待ってみたいなね、海なん、いやいやみたいなね、いやみんなみんなでサッカーとかしましょうみたいなこと言ってましたけど、海なんですかみたいなね、いやちょっと待ってくださいよ話ですよね、まあもうこれねちょっと排他的、経済水域とかこう設定せなあかんな思ってね、なんやかんやややこしいな思ってね、ちょっと困ったなと思ってます。はい、まあ、言うてる間にね、僕はもう全部買い占めるとは思うので、その時にはね、またオリンピックでもね開催したいななんて思ってます。また下に並んでるボタン等を押していただけますとこちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。お仕事特権ということで、まあ、特にねママさんには使えるよねっていうので、パートって強いよねっていうのね、なんか昨日思ったりしてたんですけど、例えばねまあアルバイトとかね、やっとまあ学校行事とかあるじゃないですか、なんかこの日じゃないとダメですみたいなねの時に、まあまあ、仕事のためこの日じゃないとっていうのもいいんですけど、パートの都合上この日じゃないとって言われるとね、あ、パートならしゃあないよねみたいなね、これアルバイトって言われるとね、まあ、その日バイトなんでみたいな感じだったらね、ちょっと他の日に変えてやみたいなね、ちょっと弱い部分がねあるようなイメージがあるんですけど、パートって言われるとね、おそしゃあないなっていうね、もうそれ最優先ですよみたいな、なんとなくのイメージで、まあ、僕が勝手に思ってるだけかもしれないんですけど、例えばね、まあ、若い女の子がね会社の飲み会嫌だなっていうのにね、私この後バイトなんでとか言ったら、なんか変なバイトしてんちゃうみたいなね、なんかねあるじゃないですかイメージ的に。
でもね、あ、私この後パートなんでって言われると、ああもうパートな頑張ってなっていう感じでしょ。なんか違うから僕だけかな、なんかね、うん。実際ね、その例えば高校生とかでもね、まあ、絶対パートとか言えへんけどね、あの、いや俺この後バイトやからとか言ってもね、いやもうそんなんね、先輩とかからしたらね、バイトなんかサボっちまえよみたいなね、うん、なんかそういうイメージで勝手にね、うん、言いそうですけど、いや僕この後パートなんでって言ったらね、あ、それはしゃあないなみたいなね、なるんちゃうかなみたいなね、うん、で実際ね、パートもね、アルバイトもね、あの法的区分ないんですよ、うん、まあ、正規か非正規かの違いなんでね、うん、あの企業さんが勝手に言ってるだけの話であって、あのだって雇用形態一緒やからね、やってること一緒なんで、なんやけど、まあ、男性でも一応ねパートとかでね募集とかあったりするんですけど、言わないでしょ男性、まあ、俺この後パートやからって言わないじゃないですか。なんとなくね、あのお母さん的なイメージがあるんですよね、うん、であのもう勝手なイメージで、あ、それはもうしゃあないよねって言っちゃうよねっていう力がパートっていうねお仕事にはあるよねって、これ特権やねみたいなね、もうママさんしか使えない特権ですよねみたいなね、うん、案外押せるなぁなんてね、いいなぁなんて思いました。まあ、実際ね、まあ、言いにくいことって結構あると思うんですけど、例えばお仕事を辞めますとかね、あの習い事を辞めますとか、ちょっと言いにくいのあるじゃないですかね、そういうのもね、私卒業しますって言って案外いけますよみたいなね、うん、結構言葉って面白いななんて思ってます。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押していただけますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。まさぴ21です。冷却タオルということで、あの冷却タオルって知ってます？なんかあの水にねつけて、まあ絞ってからこうなんかこうくるくるこう振ると、まあすごい冷たくね感じるっていうか、まあ温度が下がるっていうねタオルがあるんですけど、まあ、僕ね持ってるの忘れてたんですよ。でね、あの、まあ、僕昔買ったんですけど、なんかね、そんな言うほど冷たくないやんってね、うん、大したことないなぁ思って、まあ他はそうかなぐらいに思ってたんですけど、たまたまねラジオショッピングでね、あの今からもう部屋でも使えますよとかってね、うん、言うてはって、あの、まあ、こんなん売るんやなぁなんて思ってたらね、まあ、あの軽く絞った後に振ってくださいと、で、まあ、くるくる振るとあの冷たくなります、でまたねぬるくなると振ってもらうと、また冷えますってね、え、そうなんとか思ってね、うん、でちょっとね、あったよな思って引っ張り出してね、早速水につけてね、うん、部屋でねくる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 回してたらね、結構冷たいんですよ、うん、あ、案外いいやんとか思ってね、あ、僕使い方間違うてたわとか思ってね、あの振ることせずにね、あの水で絞ってね、もうそれで以上やったんで、大したことないやん、失敗したって思ってたんですけど、あ、なかなかいいかななんて思いました。結構ね、あの室内で熱中症になる方とかね、あの多いじゃないですかね、案外ね、うん、だから、ま、あの外に出る時だけ使ってたけど、部屋で使ってもええなーなんてね、うん、ちょっとあのくる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 回してます。はい、あの全然関係ないですけどね、まあ、今日胃カメラでね初めてのね鼻からだっていうことでちょっとテンション上がってたんですけど、うん、入りませんね言われてね、うん、あの散々鼻に、ま、麻酔した後ね、普通に口からされてねちょっと泣いてしまいました。はい、ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押していただけますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。気まぐれ屋台おっちゃんの謎ということで、あのうちの近所にね、本当、まあ、気まぐれ屋台というか、まあ、すごい狭いスペースでなんかね、本当に気が向いた時だけやってはるラーメン屋さんみたいなのがねあるんですよ。それもね、夜しかやってないみたいなね、
でそこがね、あの昼間に多分そのラーメン屋さんのお父さんやと思うんですけど、まあ言うたらおじいちゃんがね、まあ、ちょっとチャーハンとかね、チキンライスとかそういうのをパックに入れて、売ってるんですけど、まあ、200円とかなんでめっちゃ安いんですよ。これまたねおっちゃんの方も気まぐれでして、いつ空いてるか分かれへんと。でたまに見つけたら、まあ、チャーハン食べたなったらね、あ今日空いてるわみたいなんでね、おっちゃんチャーハンちょうだいって行くんですけど、あのねそのおっちゃんがねちょっと面白い方でですね、まあ、チャーハン買いに行きますよってね、それで200円払って帰ろうかなって思ったら、すげえイカ焼きを勧めはるんですよ。ね、なんかのうちのイカ焼きはなあ、でもすごい歴史があってなあ言うてね。でなんかまあ、テレビとかにね取材もされたことがあるみたい でそれをね、まあ、兄ちゃんちょっとこれ見ていってよってね、なんかテレビ録画したやつ永遠と見せられてね、うん、でこのイカ焼きはなこうでああで言ってね、この芸人のなんとかもめっちゃうまい言うててなあってもう散々言うんですよね。でしゃあないからね、うん、おっちゃんイカ焼きもちょうだいって言ったら、今日やってへんってね、いやおっちゃんどうしたいんみたいなね、売りたいん売りたくないんどっちですかみたいなね、うん、しかもいつやってるか分からへんからね、うん、ほんまに幻やなとか思うんですけど、でそのおっちゃんがね、まあ、僕もねこの間またね、チャーハンちょっと久しぶりに買いに行くかとか思って、うわ今日空いてるわとか思って、でおっちゃんチャーハンちょうだいって言ったらね、なかったんですよ、うん、でおっちゃんがね、いやチャーハンは今日売り切れやなってね、チキンライスとかね、そういうのはあったんですけど、ドライカレー勧めはるんですよ。でも圧倒的に一番余ってますよねっていうやつなんですけど、いや兄ちゃんこのドライカレーなうまいらしいでってね、らしいでって何みたいなね、うん、おっちゃん食べてないみたいなね、で誰作ったん誰ですかみたいなね、うん、微妙やなみたいなね、まあしゃーなしで、じゃあドライカレーみたいな、うん、でおっちゃん今日イカ焼きは今日やってへんってね、うん、いつ食べれるみたいなね、本当ね、めっちゃ不思議なんですけど、まあ、ちょっとね変わったおっちゃんなんで、多分おっちゃんの目的はそのご商売じゃなくて、まあ、僕の感じと地球征服やろうなと思ってね、うん、ちょっと警戒しとかなあかんななんて思ってます。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押していただけますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。支払い方法を変えた結果ということで、まあ、近所のねスーパー行くときは、まあ、クレジットカードって決めてるんですよ。でそこのねスーパーがレジが変わりまして、まあコンビニでもね一部あるような、そのどれで支払いますかっていうのをね、自分でタッチパネルで操作してっていうやつなんですよ。でまあね、いつもクレジットカードって押して、まあ、カード差し込んでみたいなことをやってたんですけど、モバイルワオンっていうのがね、うん、ちょっとありまして、あそれ使ったことないなとか思って、今日はちょっとそれにチャレンジだとか思ってね、うん、意気揚々と買い物行ってきたんですよ。で今日はちょっとモバイルワオンのところを押してその携帯で決済してみようって思ってたら、僕のね前のおばあちゃんがね、私はペイペイで支払いたいですってね、うん、でもなんかゴソゴソしてはったんですよ。で、ああそうかペイペイも行けるようになったんやなーなんて思いながらねしてたら、そのレジのおばちゃんが、あすいませんこの方ペイペイでって言ったら、立ってはったね若いお姉さんの店員さんがね、はい分かりましたってやってきて、でその店員さんがなんか機械で読み取りはるんですよ。で本来のもともと設置してある機械じゃなくて、その店員さんが来てくれはりますよっていうね、なんかそういうシステムやったんやけど、あそういうことかとか思って、まあ、考えたらね、どうせ支払うんやったらね、僕もそのね可愛いお姉さんが来たね、来てね、この人できる人やみたいなね、もうちょっとかっちょいいぞみたいな方がいいじゃないですか。ね、だからね
がお支払いするときに、あ、すいません、僕もペイペイでね、なら、お姉さん来てくれはったわけですよ。ね。ちょっとこうかっこよくね、あ、僕こんなんもうね、さらっとできるんですよっていうのをこう、ね、見せてこう、いや、この人がそのおばあちゃんみたいにもたもたするんじゃなくて、もうさっとペイペイ出してね、もうさっと決済してある、かっこいい人だ、できる人だ、みたいなね、イメージつけようかな思ってね、ペイペイでってパッとやったんですよ。で、んなね、お姉さんが、あ、わかりましたってこうね、読み込んでくれはったんですけど、読み込んだ後ね、お客様、残高の方がって言われてね、ちょっと恥ずかしいぞ、みたいなね。あーって、もう思わずね、あーごめんなさい、言うてね、カードに切り替えてよかったんですけど、あんまり調子乗ったらあかんな思いました。はい。ということでね、皆さんね、何で支払ってます？ね、もうほんまね、現金触らんようになったなって思ってるんですけど、今ね、PayPay のなんか、20% 返ってくる。何回もねやってるので、一月ぐらいはねペイペイメインで使ってもいいかななんて思いましたね。もうね、残高言われた時にね、もう頭の中でね、ごめんおっちゃんお金は持ってんねん、王子様やねんってね、もう頭ぐる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 してました。はい、ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押していただけますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。出てきたんですけどということで、ちょっとね、ずっとここ片付けなあかんな思いながらね、放置してたところね、もうしゃーなしでね、いやいや、もうちょこちょこっと片付けようかな思ってね、片付けてたんですけど、たらね、出てきたんですよ。アベノマスクね、どうしますこれね、なんかもう新品未開封なんやけどね、いや、なんか、捨てるのもなぁ、みたいなね。いや、でもマスク持ってるし、しかもアベノマスクですよね、みたいなね。どないしようかな、みたいなね。皆さんどうしました？このアベノマスク。使いました？持ってるんかな？ねえ、誰かにあげたんかな？なんかすごい微妙やな、とか思ってね。扱いどうしたのかな、思ったんですけど、これ、メルカリとか出したらね、転売や言われるんやろうな、思ってね。どうしたもんかなってね、ちょっと考えたいなぁなんて思います。またね、皆さんどうされたかね、もしよかったら教えてください。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押していただけますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。ハラハラドキドキ決闘シーンということで、よくね、映画とかのね、決闘シーンってあるじゃないですか。なんかこう主人公とね、敵とがもう最後の最後にね、もう向かい合ってね、かかってこいみたいなんで、こうぶわー雨とか降ってね、雷鳴ってね、盛り上がってきたぞみたいなやつあるでしょう。まああれでね、まあ皆さん、まあ、ハラハラドキドキしはると思うんですけど、もちろん僕もハラハラドキドキするんですよ。ね、っていうね、もう雷危ないでっていうね、もう危ないでしょあれね、あんなところだが広いところでね、いや戦ってる場合じゃないですよっていうね、もうまずちょっと一旦避難しませんかっていうね、提案をねしたくなるっていう、もうハラハラドキドキですよね、なんかね。そこでね、なんかこう雨の中とかね、そう雷鳴っててね、おりゃーっていうのもいいんですけど、いやまず避難しようやっていうね、もうそこ雷落ちひんかどうかっていうのがね、もうねハラハラドキドキでね、もうね、もうやってられませんみたいな感じなんですよね。なんかね、今日、まあ、大阪もね雷ひどいんですけど、なんか今年結構雷多いみたいですよね、なんかね。この電気なんか使われへんのかなとか思うんですけどね。なんかね、ダイソンやったっけ、なんかそのサイクロンの掃除機って、竜巻からヒントを得てるでしょね。なんかこう雲と雲の摩擦で電気を発生させるみたいなところから、なんかね家電ができへんやろうか思ってね、なんか思ったりもします。
どっかの誰か考えてください。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタンと押していただきますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。カタカナの威力すげえということで、何でもね、そのネーミングとかカタカナにしたらこうもうガラッとイメージ変わるじゃないですか。で、例えばね、お仕事何されてますとかって言われた時に、ウーバーイーツやったらね、あ、僕ウーバーやってますって言ったら、もうそれだけでね、なんかこうイメージがこうスポーティーな、ね、自転車乗ってね、もうさっそうとね、さっと配達行きますみたいな感じじゃないですか。なんかイメージですよ。出前館ですって言ったら、出前してはる人ですかみたいなね、イメージですよ。本来、まあ、出前館の方ね、バイクで走ってありますから全然あれないけど、イメージ的になんかね、何されてます、あ、出前館ですって言ったら、出前してる人ですかみたいな、なんかこうね、昔のうどん屋さんとかみたいなね、蕎麦屋さんみたいな、なんかこうね、業務用のバーンでっかい自転車乗ってね、片手でねひょいひょい行ってますみたいなね、お寿司屋さんとか、あんなイメージ、出前してはる人ですよねみたいなね、やってること一緒やねんけどね、カタカナにするだけでも全然ちゃうよねみたいなね、なんか思ったりもします。まあね、例えばなんかの店員さんとかね、これがね、まあ、例えばパチンコ屋さんであろうがね、どっかあのショップのなんかであろうが、店員さんじゃなくてホールスタッフって言ったらね、なんかホールスタッフですみたいなね、なんか全然違うじゃないですか。なんかね、なんかお水のお姉さんですよねとか、そんなんじゃなくてね、フロアレディーみたいな言ったらね、あ、フロアレディーだったらいけるかもみたいなあるじゃないですか。なんかね、怖いな思ってね、なんかそのイメージっていうのはね、なんか思ったりもします。で、あとね、最近多いのがね、なんとかソムリエとかね、ソムリエって本来ワインの人でしょ。なんかね、まあ、僕友達もいてますけど、すごいね、何年もののワインってとかすごい知識いるんですよね。なんか野菜ソムリエとかあるじゃないですか。なんかね、言ってええんかみたいなね。だから僕もね、もうできることなら、そのできたら世界で一人ね、今一番なんていうのかな、世界中でこう僕しかおらんよみたいなになったらナンバーワンになれるんじゃないかなとか思って、わらじコンシェルジュとかね、なんかそんななってみようかなみたいなね、これ言ったもん勝ちじゃないですかね。わらじコンシェルジュとかなったらね、なんか取材とかこうね、女子アナさんとか来はるかもしれないでしょね。今日はわらじコンシェルジュの、日本や世界でただ一人の、わらじコンシェルジュ、まさぴ21さんのもとにやってまいりましたとか言われてね、あ、どうも、わらじコンシェルジュのまさぴ21ですみたいなね、なんか、まさぴさんはわらじを研究されて、ね、どれぐらいですかね。そうですね、中学を卒業してしばらくしてからなんで2日目ぐらいですかねみたいなね、すごいみたいなね、ありそうじゃないですか。なんかね、もうあんなんね、もうなんとかコンシェルジュとかね、もうつこたもん勝ちやななんて思ってます。ということでね、いつ取材来られるかわからないんで、今からとりあえず腕立て伏せしとこうかななんて思います。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタンと押していただけますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。正直者なのですんませんということなんですけど、昔のお話でね、おじいさんがね、池にこう斧を落としてね、神様が出てきて、お前が落としたのは金の斧か銀の斧かってね、ね、なんかこう正直に言うお話あるじゃないですか。私そんなじゃないですみたいなね、なんかそのね、正直であることってすごく大事なんだなっていうお話なんだとは思うんですけど、僕あのシーンになっ
ってね、例えば、まあ、あの神様が出てきてね、うん、あのお前が落としたのは金の斧か、ね、銀の斧かって聞かれたらね、いや僕そんなヘマしないですってね、多分言っちゃうだろうなみたいなね、正直もんなんですけどみたいなね、うん、それちょっとね、神様からしたらええー、ってなるかなみたいなね、ここはなんか嘘つかなあかんのかなみたいな、すごいね複雑な心境になるんですけど、いやそもそもね考えてみてくださいよ、こう斧を振るよっていう時になんで息向かって振るんですかいうね、うん、僕からしたらね、そこからちょっとおかしくないですかみたいなね、なんで池に入るんっていうね、なんやけどここはちょっと話し合わせてあげな、ね、神様もちょっと大変なんかななんてね思ったりもします。まあ僕はまあね、実際まあそういうケースになったとして、まあそのね正直になんていうのかな、あのそんなヘマしませんみたいなことをね言っちゃうと、これちょっとおかしくなるんかなっていうんであれば、まああのまあ、落としたことにしますわと、ね、で、まあ、あの台本通りね神様がこう池から出てきましたと、ね、お前が落としたのは、こっちの金の斧かそれとも銀の斧かって聞かれたらね、いや奥なのプラチナのやつが僕なのかなみたいなね、うん、言っちゃうよね多分ね。はい、ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押していただけますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。ワクチンその2ということで、昨日ね、まあ、1回目のね、ワクチンを打ってきたんですけど、まあ、夕方のね、5時ぐらいに打って、まあ、あのね、よく言われる副反応、まあ、1回目やからね、大したことないと思うんですけど、まあ、10時か11時ぐらいですかね、まあ、普通に生活してて、まあ、5時間、6時間経ったぐらいに、あ、なんかね、熱っぽいとかじゃないんだけど、まあ、体がね、ほてってるっていうのかな、まあね、エアコンかけてるからね、表面冷たいんやけどね、なんかちょっと、うん、暑いかなみたいなのがあって、まあ、念のためね、熱は測ってみたんですけど、まあ、全然大丈夫でね、そんなん多分僕平気ですよいう話なんですけど、まあ、ありがたいことにね、思いのほかね、いろんな方がね、うん、ワクチン打ったって大丈夫なのってね、副反応ないってね、こういろいろ心配してくれはりましてね、そんな大変なことなんかぐらいなね勢いでね、うん、副反応ないって聞かれるんで、いやひょっとしたらちょっと副反応出てるかもしれへんなって言ってね、どうしたんってね、熱出たんとか言うから、いやちょっとムラムラしてるかもみたいなね、いやちょっとそれ違うみたいなね、うん、いや副反応じゃなかったっけあれね、なんかよくわからないですけど、なんかホームページに書いてたような書いてなかったようなね、ちょっとよくわからんなとか思うんですけど、まあね、僕のね、体内の細胞はまあ皆さん優秀なんでね、まあ、ワクチンでもまあ一応ウイルスじゃないですか、まあ、そういうの入ってきたらね、結構な勢いでね、赤血球さんとか白血球さんとかね、マクロファージさんとかね、まああいう系がねダーってやってきてね、多分説教すると思うんですよね、まあまあ、ウイルスの、まあ、弱っちいやつがね入って、あ今からなんかちょっと体に悪いことしたんねんっていう時にね、うん、もう、まあ、パッと来てね、日本も自分あかんってもやめときって、もうそんなんなって、もええ年やねんからもうな、これからちょっと将来を見据えてやね、ブドウとかなんかになりなさいってね、多分すごく言ってくれてると思うんですよ。うん、でまあね、あんまり言われるとね、ちょっとね悪いことしたろうとか思っててもね、うん、やっぱブドウ糖になった方がええんかなみたいなね、うん、ビタミン C かなとかなるじゃないですか、ね、多分僕の体の中ではそういうことがね行われてると思うんですよね。でワクチンじゃなくて、そこそこきついウイルスが入っても、大体もう一気にそういうね、みんなやってきてね、もうあかんってもうやめときっていうね、もうええ大人やねんから、もう今更悪さするってどうよそれってね、うん、まあ、将来とかもねあるんやし、もうね、もうこれからブドウ糖としてねやっていかへんかと、うん、我々も
協力するからいうことね、いうので、うん、じゃ あの僕もこれから武道家としてやっていきますかねみたいなね、うん、そういうやり取りがね行われて、結果僕の栄誉源になってるはずなんですよ、うん、まあね、だからまあ全然ね、そんな副反応とかないですよいう感じなんですけどね、周りの方の方がね結構心配してくれはりまして、まあまあありがたいなってね、まあ、本番は2回目やと思うんですけどね、うん、また2回目の方もね予約希望しようかな思ってたらね、なんかめんどくさいな思ってね、明日しようかななんて思ってます。明日じゃないの、まあ、明日か、まあ、またね、ネットで見てね、まあ、3週間後かね、うん、なんでそれまでにね予約しとこうかななんて思います。別にいつでもいいけどねぐらいな感じです。ね、全然関係ないですけど、筋肉注射のね針長いじゃないですかね、もう元々注射嫌いな僕からしたらもうめちゃビビるわけですよ。え、マジですか、こんな長いの刺すんですかみたいなね、とか思ってね、うん、で僕は左腕にねピュッてね刺してもらったんですけど、右腕の端からね2センチぐらい出てました、うん、多分やけどね、うん、知らんけど。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押していただけますとこちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。まさぴ21です、ワクチンと見せられない顔ということで、まあ、ワクチンね賛否両論とかねいろいろまああると思うんですけど、まあ、僕もねどうしようかなって思っててね、まあ、券が届いたけどなーうーんって思ってたんですよ。でもうねあんまり考えても拉致があかんので、もう天に任せようとね、うん、でちょっとね電話してみたんですよ、近所のねその対象となってる病院にね。ならね一番早いところ で8月半ばぐらいかなって言われて、あそうですかって言っててね、うん、で近所他にもね電話したらね、いやいつになるか分かりません、ね、名前だけ書いときますかって言われて、じゃあもうそれでいいですって言ってたんですよ。うん、でまあね、まあ、受けなあかんくなったら、まあ、受けるようになるんだろうなぐらいな感じでね、お任しますわって思ってたんですけど、ふとねネットの方はどうなんだろうとか思って、でウェブのやつ見たらね空いてるんですよ。そのさっきねいつになるか分かりませんって言ってた 病院がね、予約できるやんとか思って、でポチッとしたらねスムーズに予約できちゃって、あらとか思ってね。でそれがね1回目がね今日やったんですよ。で今日のね、まあ今行ってきたとこなんですけど、4時半から5時の間に来てくださいってね、行ったらもうねもう人わんさかですよみたいなね、うん、入れませんやんみたいなね、うん、でまあ時間にいっぺんに来るからやろねあれね、みんなのワクチンの件持ってね、うん、なってはるんやけど、とか思ってね。で昨日ね僕特定健診も行ったんですけど、まあ、違う病院でね、いつも行ってるとこはねもううちはもうワクチンばっかりやるんで今は特定健診ちょっと無理ですって言われて、えそうなんですかってね。で今日行ったとこもなんか7月末まではちょっと特定健診、まあ、健康診断ですよね、はお断りしますってね、もうえらいことなっとんな思ってね、もう僕はまあ両方行けましたけどね、うん、ただね、まあ、15分、ね、終わってからねじっとしといてくださいって言われてね、うん、でまあ何もなかったら帰ってもいいよみたいなね、うちほんますぐなんですよ、ね、だからもう別に帰ってもいいねんけどなとか思いながらね、とりあえず受けてきました。ね注射ね怖い、まあ、僕注射大嫌いなんですけど、まあ、でもね筋肉注射ってね採血みたいなね、あんな痛さないですよね、うん、案外スッとね注射自体はね思ってたり全然大丈夫やったなと思います。はい、でね見せたくない顔、うん、見られたらあかんやつね、最近ね最近あるんかな、もうほぼほぼね記憶になかったんやけど、お尻に打つ注射ってなかったですか、なんかね
なんか四つん這いになってパンツを下げてね、先生が後ろから注射ね、お尻に打ちますよね。あれめっちゃ怖ないですか？なんかね、見えへんし。ね、四つん這いになってパンツずらして、怖いから振り返ってる顔。うん、あれは見られたらね、ちょっとね、うん、まずいね、あれね。多分 CM 減るな思いました。ということで本日は以上となります。また下に並んでいるボタンと押していただけますとこちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。デリバリー使ってますかっていうことなんですけど、まあ、うちね、もともとね、まあ、ピザとかね、お寿司とかね、唐揚げ屋さんとかね、すごいチラシは入っとったんですけど、まあ、このご時世すごい伸ばしてきてるのがウーバー系のものですよね。で昨日もね、まあ、クーポン付きのねチラシみたいなね、もうそれがもう2500円とか2000円オフみたいなねやつがね、昨日ウーバーイーツと、メニューとフードパンダね、3ついっぺんに入っててね、なんかすごいなぁ思ってね。で、まあまあ、うちね、まあ、例えばこういうのでアプリで見たら、持ってきてもらうよりかね、ふらっと自分で行った方が早いんですよ。なのでほぼほぼ使わないんですけど、まあ、今後長い目で考えた時に、いや一回もそんなん頼んだことないとか使ったことないっていうのもどうかなっていうのがありまして、なんか一回ぐらい頼んだ方がええんかななんてね思ったりもしてます。まあね、まあ、こういうのも、まあ、世界的にはすごいね、こういうデリバリーサービスっていうのはね、すごい広がってるみたいなんで、まあ、僕も後々考えた時にね、ウーパールーパーいう名前かなんかでね配達してみようかななんて思ってます。またね、皆さん使ってはる方ね、やっぱいいですよとかね、なんか聞かせてもらったら嬉しいかななんて思います。また下に並んでるボタンと押していただけますとこちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。まさぴ21です。問診票の不思議ということで、予防接種とかのね、問診票あるじゃないですか。でね、小学校とかねの時に集団の予防接種ってまあまああったと思うんですよ。まあ今時知らんけどね、なんか体育館にね、みんな1枚ずつこう問診票持たされてね、列作ってなんかこう先生とこ行ってこうでピッて渡して、でそれが OK やったら予防接種しますみたいなね流れのやつってあったと思うんですよ。すごいドキドキするやつね。で問診票ってね、家でまあまあ真面目に書いてるんですよ。ちゃんと読んでるしね、1番の項目、こんな症状ありますか、ないです、いいえとかね、結構頑張って書いてるんですけど、先生に渡した時ね、そのお医者さんってなんかね、もう上から下までボールペンでピーって線引いて、はい次とか言うじゃないですか。なんかね、えちょっと待ってくださいいう話でしょ。なんかいや結構真剣に答えたんですけどみたいなね、もういやまあまあマジで読んでますよみたいな。でそれやったらね、なんかこうね、1問目はい、あこれは OK やね、あ、2番目もはい、あこれも OK やねとかってね、もう15問目か20問目ぐらいまでやってもらったらね、ああ自分は OK なんだなと思うんですけど、もうピッて渡した瞬間ね、あスーッと上から下まで線引いてね、はいはい OK です、はい次みたいなね、ちょっと待ってみたいなね、まあまあ頑張ったんですよみたいなね、線引くだけのお仕事なんか工程いるみたいなね、もう形式上はいるんかもしれへんけどね、なんか上から下までピーって線引くだけの簡単なお仕事みたいなね、やつ派遣、なんかドタンキみたいなやつかな、なんかちょっと分からへんけどね、なんか初心者歓迎みたいなやつなのかな、なんかこうアットホームな職場ですみたいな感じなのかな、なんかね、いや僕でもできるやんみたいなね、ピーってマークシートだと絶対外れですよねあれね。
だけど、まあ、ピーって引いて終わり、まあ、お医者さん頭いいからそれで OK なんかなってね、まあ、結構疑問なんですよね、なんかね。で、まあ、今回ね、問診票なんてね、まあ、普段あんまり書かへんねんけど、まあまあね、コロナのやつでね、あるじゃないですか。ね、もうあれもね、まあまあこう読まなあかんわけですよ。1番目これ該当しますかとかあるでしょ。まあそんなにね、あれ数は少ないけどね。うん、でも最後の方にね、なんか、生理が遅れてますかみたいなね。いや、来たことないのはどっち、はい、いえ、えってね、うん、ちょっとそこでね、何とも言われへんから、真ん中の棒線のとこに三角書いとこうかなみたいなね、うん、ふうに思ってます。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押していただきますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。そろそろ6人にしてくださいということで、まあ、最近ね、男女雇用均等法とかってね、まあ、男女同じように平等にこう職業とかね、うん、できるようにしましょうみたいなのが、もうその時代の流れじゃないですかね。言うたらもう男の社会だと思われてても、まあ、そこに女性が仕事がしたいっていうんであれば、女性も受け入れるし、まあ逆もありますよみたいな、でも平等にしましょうっていうのがね、世の中の流れになってるじゃないですか。にもかかわらず、戦隊もの、ね、なんとかレンジャー系ってね、だいたい男子4の女子1ですよね、あれね、うん、あかんね、あれね、うん、あれも男子に女子に、まあ、ハーフの方2ぐらいで6人戦隊にしてもらうとね、これ平等じゃないよね、なんかね。多分ね、まあ、僕男子やから特に思うんですけど、いや、その、まあ、チームとして戦うわけじゃないですか。男子4で女子1やったら、それバランス取れてないからちょっと面白くないみたいなね、ワクワクせえへんでみたいな、あるよみたいなね、うん、なんかそれなんか嫌やわみたいなね、なんかこう失敗した合コンみたいな感じになってるじゃないですか、なんかね。あれそろそろね、6人体制にしてもらわなあかんななんて思ってます。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押していただけますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。